知構築ビジネススクール第一期生木口と申します。よろしくお願いします。私がこの知構築ビジネススクールで学びたいと思ったきっかけなんですけれども、まず一番の要因がですね、田中さん、塾長である田中先生のですね、考え方になります。で、普通やはりこうビジネスでしたりとか、こういったものを経営だったりというものを学ぼうとしますと、やはりあの成果でしたりとか結果でしたり、そういったものにフォーカスしがちなんですけれども、田中先生はですね、人間力と、ビジネスというところを掛け算すると、まあ、よくあるその人間力だけとかビジネスだけとか、どちらか片方に偏るのではなく、その2つをしっかり掛け算し、お互いの相乗効果で、結果を出していくという、原理原則に沿った素晴らしい考え方をされているというところに共鳴し、私はこちらで、学ばせていただきたいなと思って参加させていただきました。これからの時代ですね、まあ、ただ商品がいいだけですとか、まあ、ただみんなで頑張ろうだけではなかなか難しい時代なのかなと、勝手に思っておりまして、その中でですね、やっぱりその人として、人間性を大事にしたりとか、ビジネスというところをまあ論理的にしっかり解釈した上で、どう行動していくかみたいなことをしっかり考えていくためには、こういう、まあ、ロジカルな部分とその、感情的な部分を、合体させて、考えていくということが必要になってくるのかなと思っております。もしですね、田中さんのそういった考え方に共鳴する方がいらっしゃいましたら、ぜひ一緒に学ばさせていただきたいなと思っております。よろしくお願いいたします。ありがとうございます。